アンドルー・フォン・ファラは、ポーランドの元プロボクサー。ラドム出身。イリノイ州シカゴに活動拠点があり、現在も在住。トレーナーは、父親のマレク・フォン・ファラ。ポーランド人なのでアンジェイ・フォン・ファラとも表記される。2006年6月3日、プロデビュー戦を行い、4回2から0の僅差判定勝ち。フォン・ファラは、母国ポーランドでの試合は、デビュー戦のみで、 二戦目以降はアメリカに拠点を移し、イリノイ州シカゴに移住した。2006年12月1日、エベルト・メディナと対戦し、5回0から3の判定負けを喫した。2008年7月11日、シカゴのアラゴンボールールームで、デリック・フィンドリーと対戦し、2回3分0秒、TKO 負けを喫した。2009年6月26日、 シカゴの UIC パビリオンで、スカイラー・トンプソンと WBF アメリカスーパーミドル、q 王座決定戦を行い、2回2分59秒、TKO 勝ちで勝利を収めたが、試合後の薬物検査で、フォン・ファラに、ステロイドの陽性反応が出たため無効試合に変更された。2010年4月30日、シカゴの UIC パビリオンで、ロジャー・カウントレルと、 WBC 世界ライトヘビー級ユース王座決定戦を行い4回1分1秒 TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した2011年5月20日シカゴの UIC パビリオンでアンソニー・ラッセルとナボ北米ライトヘビー級王座決定戦を行い6回2分46秒小勝ちを収め王座獲得に成功した2012年3月16日 シカゴの UIC パビリオンで、元 WBA 世界、スーパーミドル級王者バイロン・ミッチェルとユスボー、全米ライトヘビー級王座決定戦を行い、3回1分3秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2012年7月13日、シカゴの UIC パビリオンで、元 IBF 世界ライトヘビー級王者グレンコフ、ジョンソンと対戦し、10回3から0の 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2014年11月1日、シカゴの UIC パビリオンで、トゥドゥ軍部と10回戦で対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めた。2015年4月18日、カーソンのスタブハブセンターで、フリオセサール・チャベス・ジュニアと WBC、インターナショナル・ライト・ヘビー級王座決定戦を行い、 チャベスの9回終了時期券により王座獲得に成功した。この試合は172ポンド契約で行われた。2015年10月16日、シカゴの UIC パビリオンで、ネイサン・クレバリーと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め WBC インターナショナル王座の初防衛に成功した。2016年6月18日、シカゴの UIC パビリオンで、 ジョー・スミス・ジュニアと対戦し、初回2分32秒 TKO 負けを喫し、WBC インターナショナル王座の2度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2017年1月17日、リングマガジンは常日のスミス戦を2016年度のリングマガジンアップセット・オブ・ザ・ヤーに選出した。2017年6月3日、モントリオールのベルセンターで、 WBC 世界ライトヘビー級王者のアドニス、ステベンソンと再戦し、2回38秒 TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。2019年2月13日、決まっていたエドウィン・ロドリゲスとの試合をキャンセルして、現役引退を表明した。ありがとうございます。